宅建試験、これだけは絶対覚えておこう。国土利用計画法の事後届出のポイント。事後届出が必要な場合、届出をしなければいけない人は権利取得者、例えば売買契約であれば買い主。届出期間は契約締結後2週間以内。届出の手続きは土地が所在する市町村の町を経由して都道府県知事に届出をする。届出内容は売買価格、土地の利用目的、例えば住宅用とか農業用とか工業用など。知事は届出内容について必要に応じ助言を行うことができる。例えば利用目的について、ここは工業用ではなく住宅用のがいいんじゃないですかみたいなイメージ。また知事は土地の利用目的の変更について勧告をすることはできるが、取引の中止や売買価格の引き下げなどについて勧告することはできません。